ボーーモーリス・グリーン、モーリス・グリーン、モーリス・グリーン、1974年7月23日体は、アメリカ合衆国カンザス州カンザス市出身の短距離陸上選手で、男子100メートルの元世界記録保持者。地、ハドソン・スミス・インターナショナル所属。スポンサー、アディダス。身長176センチメートル、体重80キログラム。スタート方法は、 右前番地スタートのミディアムで腕はワイドタイプ前半逃げ切りが当た左利きピッチ型4歳上の兄アーネストの影響により小学4年の頃からスプリントを始める当時指導を受けていたコーチの勧めにより一つ上の学年のレースに出場して優勝しかし高校に進学するようになるとあまり良い,い結果は残せず 週の大会で優勝する程度にとどまっていた。高校卒業後も怪我により思うように記録は伸びず、カンザス式団台からパーク大に転校し、最終的にはナイキセントラルへと所属を転々としていた。21歳の時に全米選手権で2位に入り、イエーテボリ世界選手権に出場するも24で敗退。ハンバーガーショップの店員、倉庫番、 競争権の世話などのアルバイトで生計を立てるという苦しい選手生活を送る中、怪我の影響で翌年の1996年、アトランタオリンピックの出場権も逃げてしまう。そのアトランタオリンピックにおけるドノバン・ベイリーの世界、新記録、当時での優勝を目の当たりにし、故郷カンザスと幼少の頃からのコーチであったアル・ボブソンの元を離れる心をする。そして、 ロサンゼルスで現コーチであるジョン・スミスに出会いし入り。これが天気となり急成長を遂げ、無名のまま出場した1997年、アテネ世界選手権では大本命と目された、前回のチャンピオン、ドノバン・ベイリーを序盤からリードし、9秒86の大会大記録、当時で優勝。大きな注目を浴びる。1998年には、 マドリードで行われた室内選手権の男子六十メートルにおいて六秒三十九の世界記録を樹立。続く九百九十九年六月十六日のアテネ国際グランプリ百メートルにおいては当時の世界記録九秒八十四を百分の五秒段する九秒七十九という驚異的な世界新記録当時を樹立し人類で初めて百メートルを公式に九秒七台で 走った男となった。くしくもこのタイムは11年前にカナダのベン・ジョンソンが1988年ソウルオリンピックで記録した幻の記録と同タイムであった。しかもこの時の記録は追い風秒速0.1メートルというほぼ無風状態でのものであった。なお、この記録は2005年6月14日にアサファ・パウエルが更新するでの約6年間世界記録として公認された。 ただし、2002年9月14日に、ティム・モンゴメリーが後に、ドーピング違反で抹消される、記録9秒78をマークしたため、これ以降は、世界記録として扱われず、実際に、パウエルに更新されるまでの、約3年間は、後年の見解で、結果として、世界記録は保持し続けていた状態となっている。また、同様にこの記録2008年6月28日に、 タイソンゲーが9秒77をマークするまでの約9年間はアメリカ記録としても残っていたが、前日のモンゴメリの記録が公認されていた2002年9月14日から2005年12月までと、ジャスティン・ガトリンが同じくドーピング違反で後に抹消される記録9秒77をマークした206年5月12日から抹消される同年8月23日まではアメリカ記録としては扱われず、 結果的にアメリカ記録を保持し続けていた状態で一度のパフォーマンスで3回アメリカ記録の認定を受けることになった。世界記録を出したそのままの勢いで出場した1999年8月のセビリア世界選手権においてはブリニー・スリンの9秒84という全世界記録に並ぶ高タイムを振り切り9秒80という大会心当時で優勝。 同大会200メートルとアンカーを務めた400メートルアールでも優勝し、この大会三冠に輝いた。この大会には余談がある。セビリア空港でマスコミの取材を受けていた時、チームメイトのラリー・ウェイドのカバンを持って行こうとした男がいた。グリーンはウェイドと共にその男を追いかけ、見事その瞬足で置き引きを捉えたのである。 そしてついに2000年シュドニーオリンピック100メートルでは9秒87の好タイムで圧勝。念願のオリンピック金メダルを手にした400メートルアールでも優勝し大会2冠を達成。2001年のエドモントン世界選手権においても80メートル付近で肉離れを起こし足を引きずりながら9秒82で優勝。しかしこれを最後に世界大会の表彰台からは 遠のくことになる2003年のパリ世界選手権には、故障を抱えながらも、ワイルドカード、全大会優勝者が条件を満たさなくても得られる、出場権を使い強行出場。結果、準決勝で肉離れを起こし原則、発着で、準決勝敗退という無残な結果に終わった。さらにこの年、バイク事故を起こし骨折、度重なる不運に見舞われた。 2004年には一時復活を遂げ、全米選手権に優勝し、アテネオリンピックに出場。9秒87の好タイムをマークし、銅メダルを獲得。400メートルアールではアンカーを務め、メンバーのバトンミスもあって、イギリスのマークルイスイコールフランシスを捉えることができなかったものの、銀メダルを獲得したのだが、翌2005年の全米選手権決勝では、レース中左太ももを痛め、 途中棄権。ヘルシンキー世界選手権の代表権を逃してしまう。同世界選手権では400メートルアールにエントリー。したが、1層と2層の間のバートンミスによりアンカーであった。彼は走ることができなかった。2008年の北京オリンピックを目前にした同年2月4日、現役引退を表明した。レースパターンは先行逃げ切りがあった。 とはいえ、スタートで抜け出して、後半出た選手に迫られながら、フィニッシュというパターンとは違い、スタート後中盤まででリードを作り、それを維持する形でフィニッシュする。つまり全局面でイーブンに力を発揮するという新しいパターンである。このスタイルは、死チームの特徴で、メンバー全員の目標とされているものである。パワーを持続的に発揮するために100メートルを口実する3。 区間に区切り、システマチックに双方を変化させるとしていい。なお、100メートルでは9秒台を51回記録しており、その他にローリングスターと風速計故障、それぞれ1回ずつ9秒台で走っている、アサハパウェル74回に次ぐ、史上2位の記録である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。